こんにちは、先端恐怖症と申します。今回は、今まで結構人狼をプレイしてて、僕がイライラしてる場面とか切れ散らかしてる場面っていうのが多々あったと思うんですけど、そういうのがなくなった、思考の転換ポイント、それからその思考がどういうふうに変わったのか、どういうきっかけで変わったのかっていうのを、動画で改めて、残しておこうと思います。ツイッターとかにもね、そういうことをちょくちょく書いてはいるんですけど、動画化するのが一番いいかなと思って動画化しております。先に言っておくと、一番大きく思考が変わったのが、2020年1月13日に生配信でやったんですけど、人狼勉強会という題名で、講師に羊飼い K さんと、とても上手い人狼プレイヤー でかつ、僕の尊敬してる方ということでお呼びしてお話を聞いたっていうのが一番でかかったんですけど、その話、そこがもうかなりでかかったっていうことをお話ししようと思います。それプラス、それ以前で人狼殺をプレイするにあたって、自分の考え方が変わったっていうところも話していこうと思います。先に、人狼をプレイするにあたってどういうふうに考え方が変わったのかっていうところと、でその後に、人狼勉強会を通してどういうふうに思ったのかっていうことをお話ししようと思います。僕がイライラしてる、ずっと追ってる方は結構分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、人狼ジャッジメントをもともとメインでやってて、で今は人狼殺って形になってるんですけど、僕がイライラしたりとか、そういう切れてるとか、かなりこう高圧的な部分が目立ってきたっていうのは人狼殺からだと思うんですね。ジャッジメントでもイライラしてる場面っていうのはあったと思うんですけど、明らかに比率で言うと人狼殺が大きいと思ってまして、でその理由のっていうのが、理由っていうのがありまして、それは分析していくと、3つあるかなと思います。1つ目は単純に人狼殺をプレイしてるプレイヤーを見下していたっていうのが、残念ながらあります。できる限り隠そうとはしてたんですけど、これはもう明確にあります。伝わっていたかは分かりませんが。で、二つ目は、9人村においてのゲーム性を感じてなかった。ということ。で、それから、三つ目が、高圧的な、教鞭って言われる。高圧的な人狼のプレイスタイルしかできなかった。っていうところがあると思います。説明しやすいところから言いますと、単純に見下して、これは二つ目にを説明したら分かりやすいと思うんですけど、もともと13人村をジャッジメントでたくさんやってたんですね。で、13人村をやるにあたって、いろんな展開があって、でいろんなドラマがあって、で、たくさん取れる要素があって、で、最終的に、狼を見つける。あるいは狼の人は村人に勝つっていう形を取るんですが、その13人村にすごく慣れていたのもあって、9人村っていうのにすごくゲーム性を感じてなかったんですよ。言ったらもうほぼ運ゲーじゃんみたいな、そんな2日目で決め打ちとかでしょみたいな、そんな運ゲーじゃんって思ってた節がありました。ですので、それで楽しい楽しいって言ってる人は何なんだ、なんでこのゲームがそんなに人気なんだ、ね、明らかに13人村の方が面白いじゃないかっていうのがやっぱり根底にありました。っていうのもつながって、もうそれをプレイしてるプレイヤーを単純に見下してたっていうのがありますね、はい、だからどうなんですかね、伝わってたかは分かんないですけど、人狼殺はマジで楽しいって思ったことがほとんどありませんでした。もう仕方なくやってる部分っていうのが正直ありました。今はすごい楽しいと思ってやってます、明確に。はい。で、今話すか。で、それが変わったのが、どうですかね、集結杯の
前ぐらいかな、ちょっと忘れたんですけど、まあ、結構そのなんだワンパターン、まあ、ずっと追ってる人はわかると思うんですけど、基本的にもうワンパターンじゃないですか、少ないパターンじゃないですか、人狼殺のその役職のパターンって。でもそのワンパターンの中でいかに差をつけるのかっていう楽しさっていうのに気づき始めてからだいぶ思考が変わりましたね。本当に他の、人数ってやっぱ増えれば増えるほど要素が多くなっていくんで、まあそうだな、ちょっと同等かは分からないですけど、私が13人村をやってて9人村に感じていたのは、9人村を今めちゃくちゃやってる人が6人村、人狼殺でいうとこの6人村を見て初日に決め打ちなんてもうほぼ運ゲーじゃんみたいなって思ってる感覚と似てるのかなって思いますね。まあ6人にはまた6人の楽しさがあると思うんですけど、まあそれに近いかなって思いますね。人数が減れば減るほどやっぱ難しくなるっていうのは明確にあるので、そんな無理じゃんって思ってたんですけど、まあ、それが結局そのさっきも言ったなんか変なね、なんか変なこう盤面を作ってっていうよりかはもう本当にワンパターン、ほぼほぼワンパターンにして、その中でどういうふうに議論を繰り広げていくのか、どういうふうに差をつけていくのかっていう、その各々のプレイスキルが明らかに出るっていうのが、この人狼殺の楽しさなんだなって気づいてからはだいぶ楽しめるようになってきたし、その自分のたどり着く先、目標っていうのも結構出てきましたね。上手い人はやっぱりその中でも要素をしっかり落として、しっかり要素を拾ってやるんだなっていうのがあってって感じですね。はい。で3つ目の高圧的な人狼のプレイスタイルしかできてなかったっていうのは、まあ、人狼ジャッジメントは特にの中で多分そうなんですけど、僕の元々のプレイスタイルって人を説得するってよりは自分を白くするっていうやり方なんですね。で特にまあよくねスーザンっていうキャラを使って、はみたいな、何言ってんの、どういうことみたいなっていう場面結構多かったと思うんですけど、それをすることによってその突っ込み方が白いなって他の人に思ってもらって、でその中でその揺さぶりをして黒を見つけるっていうやり方だったんですね。だから誰か対象がいてその人を説得してとか言うんじゃなくて、自分白いでしょ、でその白い人が殴ってた相手この反応を見て黒いじゃんっていう、そういう説得のやり方しかできなかったので、まあそれが人狼ジャッジメントだったらね、そのキャラクターのまあ個性として消化できてた、まあ、文章だしっていうのもあったんですけど、まあ、なかなかこう口で言うってなると結局本当に高圧的だなって、まあ僕も声も相まって声の低いとか、まあ抑揚がないとかも相まってそういう風に思われるのかなっていう、まあ、そこでこう悪い部分が特に出たのかなっていう風に思ってますね。はい。で、まあ、結局まあそのジャッジメントやってる時も、まあ、薄々感じてはいたんですけど、そのみんなにこう納得してもらって、でだからこういう理由でこの人は黒だからこうでしょっていう勝ち方ができないなと思ってて、プレイスキルが足りなくてっていうのにもう薄々気づいてたので、まあ、最近ではねそのできる限りこうまあ教鞭気味じゃないように高圧的じゃないような言い方をして、でみんなに納得してもらった上で勝てるっていう手法をできる限り取ろうとはしてるんですけど、なかなかプレイスタイルが足りなくて結局その教鞭に頼っちゃうっていう場面が結局出てきてしまってるところはあります。という感じで、まあ、人狼殺をプレイするにあたって、まあ、ある程度その自分が目指すべき
方向性、それから、人狼里の楽しさっていうのに、まあ、気づき始めてはいたんですけど、まあ、なかなかそれでもまあ心から楽しいってなかなか言い切れなかった部分がありましたね。で、先ほどのね、あの2020年1月13日の人狼勉強会、辻会 K さんをお招きして話したところで、まあ、大きく変わったのが、あの強いプレイヤーっていうのは勝率が高いプレイヤーだと。で、毎回環境は変わると。その変わる環境の中でも村に合わせて、まあ村のレベルだったりとか村の雰囲気だとか村の方針に合わせて勝ちへのプランを組める人が強いプレイヤーだっていう話をされてて、なるほどなって思いましたね。結局そのまあなんか人狼殺のまあ面白いところであるんですけど、まあ分かりやすい例で言うと、なんかやばい思考を持った人って結構いるじゃないですか。で、僕は今まではその人に対して、何なんだ、もうこいつ一人いるだけで勝てねえじゃねえかと思ってイライラしてたんですよ。もうみんながレベル高くて、でその中でこう議論活性化してみたいな、じゃないとやりがいみたいなのが生まれなかったので、もう本当になんかちょっとまあやばい人がいたらもうはぁってなるし、なんか思考ロックしたりとか頭が固くて僕のことが信用できないみたいな人がいたら、やっぱそんなん勝てないわって思って、まあ、イライラしたりとか切れ散らかしたりみたいなことがあったと思うんですけど、結局強いプレイヤーっていうのはまあその人をもうコントロールして勝つんだという話をねされてて、でもし勝ったならその人をコントロールできたんだなと、で負けてしまったらその人をコントロールできなかった、まあ、その人に限らず、まあ、村をコントロールできなかったんだっていう風に反省するようになってから、だいぶ、比較的落ち着いてプレイできるようになりましたね。はい、終わった後も、もうなんか、まあ、なえたりすることは、まあ、まあ、仕方ないですね。仕方ない部分はあるんですけど、まあ、自分になえるようになりましたね。基本的には自分中心で考えれる、自分中心で反省できるようになったっていうのがでかいかなって思ってます。で、まあ、まだまだね、本当に一時的に感情的になってしまう部分も多いんですけど、まあ、結局はやっぱり言い方が良くなかったかなとか、話の優先順位のつけ方が下手くそだったからか、だから村をコントロールできなかったんだなって。まあその時はね、クソって思ってても、まあ一日経ったぐらいに、ああ、でもあの時、こうすればよかったなって反省できるようになったのが、まあ成長できたかなって思うポイントですね。はい。結局、その範囲っていうのを自分に追求できるようになったっていうのが、大きいかなって思ってます。まあゲームが始まって、うわ、この人、やばって思っても、じゃあこの人をどうやってコントロールしようと。なんか変な村に入っちゃったら、この村を強い人ってどうやってコントロールするんだろうっていう風に考えるようになってから、まあより人狼殺っていうのを楽しめるようになったかなっていう風に思いますね。という感じですかね。まあ、他にも考えてることとかっていうのはあるんですけど、基本的にはこういう思考の転換があったよっていう話でしたね。はい。シンプルにモチベーションが今はあります。上手くなりたいっていうモチベーションがありますね。もう今まではまあなんかもうとりあえずやるかみたいな感じだったんですけど、今はもう明確に上手くなりたいなっていう気持ちがあります。こんな感じですかね。まあぜひね、こうアドバイスがね、欲しいですね。うまくなりたいって思ってるからこそ、なんか、なんだろうな、もしかしたら前までの自分は、何言われても、かって思ってたかもしれないですけど、でも、今は割とアドバイスとかにも、結構耳を傾けれるようになってるかなって、いうふうに考えますね。はい。
で結構、ね、そういうアドバイスしてくださる方っていうのは貴重なので、ぜひなんか今後ね気づきとかあれば、もう気軽に教えてほしいなって思いますね。はい、そんなところですかね。まあ7周年というね、区切りにはちょっと話しとこうと思ってこういう話をしました。今までね応援ありがとうございました。これからもぜひぜひ、応援していただければ幸いです。こんな感じで、まあ、もしねなんかまた考え方が変わったりしたら、しっかり動画として声を乗せて残していこうかなと思うので、またその時もよろしくお願いします。以上です。バイ。